2006年4月25日、日本、神奈川県横浜市ほどが役にある A 連邦戦死者墓地にて、アンザックの日を記念するため、ニュージーランド国防軍代表として、果敢を受け取るショー・ジェームス大佐アンザックの日における、追悼式典の様子 A 連邦戦死者墓地は、神奈川県横浜市ほどが役にある、イギリス連邦諸国の戦死者専用墓地。第一次世界大戦以降における、 イギリス連邦加盟国の戦死した軍人については、イギリスを中心にして、世界各地に集団墓地及び記念碑が設置されており、コモンウェルス戦争墓地委員会が管理に当たっている。第二次世界大戦以降の戦死者については、日本にも墓地が設けられている。第二次世界大戦後の百四十六年に、現在の横浜市保土が谷区に所在していた保土ヶ児童遊園地、 ほどがや連成城が接収され、英連邦戦死者墓地が作られた。約3ヘクタールの土地に、イギリス戦1 3機、オーストラリア278機など全部で1518機の墓碑が混流された。1952年に、日本国との平和条約発行によって、イギリス連邦占領軍による占領解除となるが、英連邦の方針もあって、 1955年に日本国とイギリス連邦諸国の間に締結された日本国における A 連邦戦死者墓地に関する協定に基づき A 連邦戦死者墓地の設置が確認された。敷地は日本国政府より A 連邦戦死者墓地委員会に対し無償かつ自動更新で使用を許可している。租税は免除され、維持、修復に必要な物品の輸入も無税である。また、 円滑な管理のために日本とイギリス連邦の合同委員会も設置されている。墓地はイギリス区、オーストラリア区、カナダニュージーランド区、インドパキスタン区、戦国に分けられており、第二次世界大戦における捕虜の死者や戦後のイギリス連邦占領軍の任務中の病死、自己死者も含み、2014年時点で約1800名が埋葬されている。なお、 戦国は墓地に関する協定から逸脱するため、イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドそれぞれの戦死者の祖国が葬られている人数で割った金額を支払うことで、a 連邦戦死者墓地委員会が横浜市より土地を購入した。毎年4月25日のアンザックの日には追悼式典が行われているほか、関係国要人の来日の際には墓地を訪問することがあり、 1975年5月には、エリザベス2世が、1995年2月7日には、ダイアナ元妃が、2015年2月27日には、ウィリアム王子が訪れている。ありがとうございます。